皆さん、こんにちは。ハワイ圭介です。本日2024年、2月の5日、15時18分。ライジンの方たちやワンなど、格闘技界の方たちへのメッセージということで、この間、タケル選手の試合がありましたけども、他の、スーパーロッタン選手と、スーパーレック選手とロッタン選手の試合を、YouTube で、この間見たんですよ。で、こういうふうに撮影意見いろいろしたんですけど、それちょっと削除しちゃったんで、ボタン押し間違えて。で、もう一回撮り直ししてるんですけども、ロッタン選手の方が一回り体が小さいんですかね。体重差があって、そのスーパーレック選手との試合でほぼパンチしか使わなくて、試合を勝ちに行こうとしていた。で、未来からの心の声、YouTube で見てる以上、時間軸がこちらの未来になってくるんですけども、こちらの未来からの声に反応して、やっと足出したりとか、膝出したりとかだったんですね。で、膝と足両合わせても、その試合10回ぐらいしか使ってない。あそこまでしたら、ちょっと無理がありすぎると思いますよ、正直。アンディ・フグ選手と、その昔の、アンディ・フグ選手と、K1 の時の、ムエタイのチャンピオンの選手ですかね。K1 のルールでの試合の時に、その、神がかり的な力の、その、ルール。パンチしか使ってはダメだというルールで、もともとあらかじめそれは伝えておいて、その、アンディ・フグ選手にも。だから腕を徹底的に鍛えていて、明らかに腕周りが、ものすごく太くなってたんですけども、その試合。蹴りに行っても、その、こけてしまうっていう現象が、発生したんですけども、そういう話を聞いて、ものすごく意識されたのが、ロッタン選手は、その、パンチにこだわっていた。ただ、客観的に見たときに、どう考えても、K1 のルールで蹴りなしだったら無理あるでしょう。そのハートの強さっていうか、その、パンチだけで倒しに行くんだっていう、そこはすごく、根性、わかりやすく言うと根性ある、気合入ってるなっていうのはあるんですけども、ただいかんせん、試合に勝てるかって言ったら、それはちょっと難しいのは正直難しいですね。インパンチも確かに、何発も入ったりとかもあったんですけども、やっぱり全体的に見ると、スーパーレッグ選手の方が、というような形になってしまいますね。もちろん、ダウンを奪えたりとかしたら、試合の流れ、ガラッと変わって、一気に押し込めたりとか、できたりするとは思うんですけど。ただ、他の方たちが、ロッタン選手とかしようとしていたっていうことは、理解できます。ただ、これね、撮影するときと、喋り出したときで、僕も、閲覧されてる方たちの気持ち、時間軸を超えて、思ってることとか、やっぱりそこに行き着いてしまう部分があるんですよね。で、動画を見てるときは、ロッタン選手、すごいなって思いました。根性あるなって。パンチだけでいくんだって。何かを信じてるんだろうなって。よっぽど気合い入って根性なかったら、あと信じてなかったら、あんなことなかなかできないじゃないですか。もしくは、睡眠がルール化されて、それで行われてたんだったら、それはそれでしょうがないで、試合してただけかもしれませんけども、見てた時はすごいだったんです。ここでやっぱり説明するときに、やっぱりね、不利感が否めない。で、ファンとして本当にそれは見たかったのかな、どうかな、があるんですよ。もうその K1 のルールなのに、やっぱり、キックなしで、試合を行うっていうのは、ファ
人たちはそれで納得できるかなって、どちらが強いかっていうところね、その見たがってる方たち、まあペーパービュー方式でも他国でも販売されてるんですよね。そのスーパーレッグ選手がタイ出身の方だっていうことはこの間知りました。ルタン選手はどこの国の出身の方か知らないんですけども、その国でそのお金を払って見ていただいてる方たちがいて、まあそこまでそのパンチにこだわるその話とかを知ってる方とかだったら、まあその話を受け入れるでしょうけども、せっかくお金払ったのに、えロッタン選手キックなしだったのっていう形で見たら、そういやどちらが強いか僕らは見たかったのにとか、そういうルール的にその不利なルールを押し付けられていたら、その勝ち負けちょっと我々としてはって、やっぱりそのロッタン側のファンの人たちはそう思うでしょうし、まあ国に置き換えてもまあそうなってくる部分一部あるかと思います。で、なんかその辺のところはこの間のタケル選手の試合で、 あと言っておかなきゃならないことで、その試合終わった後マサトさんとあの話している時に、僕からあの膝蹴りっていうことをね、相手がこうガード固めていた時に、あのコーナーに追い詰められた時とか、そのガードの間からあの膝蹴り、そのなんでいかなかったんだろうということで、膝ダメなのっていうことを聞いたら、であのその膝ありっていうことを できるっていうことは言ってたんだけども、あるって言ってたのかな、心の声に対してタケル選手は。でその後マサトさんが、それだったら相手も使ってくるからっていうことに言ってたから、まあ他の状況とかを考えた時に、まあ危険度を考えた時に、まあ顔面への膝蹴りはなしにしておいた方がいいんじゃないかなと思います。ただアッパーはね、そのもうグローブをつけている以上、アッパーはやっぱりありにしておかなかった。いくらなんでもそのね、そのコーカードを締めたら、まあ両サイドからをあの基本的に攻撃されることを想定して、まあここからここでそのボディとかその側頭部とかをこう基本的に守るような形で、距離が縮まった時にやっぱり形的にフックのパンチになるじゃないですか。そこでもうゼロ距離まで近づいた時にストレートのパンチ打てるかって言ったら、ちょっと無理あるでしょ。で、やっぱりその場所で技術的にはアッパーだから、その拳立ての方のアッパー、相手のそのガードの間からこう入れやすいような、だからその辺のところ、技術いかに練習してきたかを見せる場面であって、やっぱり、スキル、技術であると。だと思うんですよ。それがはっきり分かってしまうと、例えば、ある一定のパンチの練習しかしてなかったりだとか、相手選手もそのパンチしか、その種類のパンチしか相手は打てない、だからこう対処しようは、そこまで明確にはっきり分かると、っていうことになってくるじゃないですか。1たす1は2って絶対間違いないじゃないですか。だからその辺のところで、技術を見せる場でもある。だからその辺のところで、アッパーを使わなかったのはちょっと僕の中では謎であり、まあちゃんと打ち込んだ方が良かったんじゃないかなと思いますね。井上尚弥選手なんかはああいう場面で、近距離だとうまくアッパーを入れますね、ガードの間から。ただまあその大振りではない、ショートアッパーみたいな形なんですけども、まあ、ちょっと前の試合、1年ぐらい前ですかね。ショートアッパー3連発。そうすることによって、今度、ガードは、真ん中に来る、サイドワーク、まあ、ボディ、フックが当てやすくなる、また、ガードが開いたら、まあ、最初のうちはジャブだけども、ストレートも、入りやすくなる。まあ、その辺のところですよね。将棋のような形で、どういうふうに行動してきたら、相手がだんだんどう行動できなくなってくるかっていう、その、知能戦の部分もあるから、だから、
以前そのホームページに記載していたその井上尚弥選手の試合を取り行った時のその試合の状況、その基本的にその動きはもちろん選手任せなんですけども、僕は頭を貸すことを、専念して、でまあうまくいけば腕の力と頭を同時にこうしっかりいくときはその方がいいんですけども、結果的に的確に相手がどう動いてきたらどう対処するかっていうのが、相手がこう動いていたからこう井上尚弥選手はこうしてるっていうその僕の見解をいろいろ書いていたんですけども、ああいうふうな形で詰将棋のようにだんだん相手を追い込んでいく、でラウンドが進むにつれて相手はもう何にもできなくなってくるっていう、そういう試合っていうのは理想ですね。ただまあ K1 とかでしたらラウンドは短いじゃないですか。ラウンドが短いっていうのはそのラウンド数数が少ない、だからまあどういうふうにこう相手を追い込んでいくか、同じルールでやっぱり試合しなきゃダメだと思います。使える技とかね、それしっかりとその範囲で、どういうふうに、だからそこがその例えば、K1 がうまいだとか、立ち技、そのパンチ、キック、あとは、ボディへの、膝蹴りですかね。で、まあ、総合格闘技だったら、ああいった内容プラス、そのタックルだとか、寝技だとか、そういうところのそのうまさとか、駆け引きとか、読み合いとか、その辺のところが、その、まあ、2と言いましょうか。長年ファンしてる人たちとかは、まあ、目の超えた方たちって言ったらいいんですかね、よく分かっている人たちはその辺の駆け引きが見どころであると、どういうふうにっていう対処していくかって、でその、まあ、井上尚弥選手の試合だったら相手はだんだんもうできることがなくなってくると、まあすごくよくボクシングを分かってるなっていうのはファンの人たち、目の超えた人たちから見てもよく分かってるんじゃないですかね。その時の試合にももちろんよりますよ。でやっぱり相手も何もできなくなってくるから、ああ行動してもダメ、こう行動してもダメ、それは何回もされると相手選手は、動きようがなくなってくる、何をしたいかわからないというところまで、詰めていく、将棋のように。あ、それが一つの理想であり、ファンの人たちもそのあたりが、まあ、見応えになるところだから、そういったところを K1 とかでもああいうふうな立ち技、パンチキックがあるような格闘技でも、まあ、そういうふうなところが遺憾なく見せれたらなとは思いますね。そこは解説席の人たちも解説の仕方の、醍醐味、それを聞くことによって、ああいう風にしていくからああいう風になるんだなっていう、そのうまさ、やっぱり路上の喧嘩じゃないですから、しっかり練習してきたかどうか、技術を、でそれをいかんなく試合で発揮されてるかどうか、だからそれだけの努力をしてきてる場を見せる場であって、だからそこにファンの人たちは感心するんじゃないですか。あ、ここまでのことができるんだって、自分たちにはとてもできないなっていうところで、まあ単純に僕なんかだったら、例えばボクシング選手とかだったら打ち合ったりするじゃないですか。一般人の僕らからしたら、その一発入れられた時に威力のあるのをやっぱりもう痛んで動けなくなるんですよ。本当にその反撃する意思とかが、その格闘技選手の人たち打ち返すでしょ、頑張って。それでも、その辺のところがすごいなっていうのはありますね。いや、その、ね、本当に、いや、痛い時は本当に痛いから本当にそこはわかるからいや、色んな目僕もあったから。いや、中には鼻骨折しながらでも試合続行してた人とか結構いるでしょう。ようやるなと思って、自分でもなんとなく分かるじゃないですか、その俺でもちゃうかなって。でそこにまたパンチもめちゃめちゃ痛いじゃないですか。
その状態でよくも、まあ、もちろん、もうその状態になって勝てる人なんかほとんどいないんですけども、痛いから。けど、試合を続行するっていう、そういう部分。何が、その土台になって、そこで踏ん張りが効くのかっていうところ、まだ頑張ろうとするのかっていうところは、それは、まあ、ちょっと聞いてみたいなとは思いますね。その今回もう一回その削除したのに撮影しようと思ったのは、削除してしまった後、あの、これも今ちょっと笑いながら言っちゃいましたけども、ちょっとそこを訂正しておきます、謝罪しておきます、すいません。あのボクシングの記事でね、あのとある選手は脳震盪で、脳の中で、まあ傷を負って、あのそれが原因でまあ、亡くなったというような記事が流れたんですよ。タイミングとしてはそうだったから、まあ、やっぱりアップロードしといた方がいいのかなと思って、もう一度まあ撮り直しして、で削除する前の動画で何を言ってたかって言ったら、そのさっきの膝蹴り、最初の方に言ってたその膝蹴り顔面の、だからまあとある、まあ喧嘩なんですけども、僕じゃないですよ、見た喧嘩なんですけども、その背の高い相手に対して首相撲でね、あの膝蹴りを連打するっていう喧嘩を見て驚愕してしまったんですけども、10秒間の間に両足で30発ぐらいの、だ交互に腿上げするような形で膝蹴りの連打、相手は顔面血まみれ、とんでもないものを見てしまって、あいつと揉めてもめちゃくちゃ危ないなとか、まあ、正直そう思いましたね。だからその辺のところで、そこまでしてしまうと、顔面至るところがもし骨折していたとするのであれば、その時はそのものは、その被害を被ったものは鼻の骨折だけだったんですけども、例えばここもここも骨折して、ここもここもってなってたら全部切開しなきゃなんですよ。あのメス入れて皮膚めくって、で骨同士をつなぎ合わせてっていう、それ顔面至るところってなったらっていうことを考えたら、これはやっぱりあの格闘技の世界で私としてもそういったルールはお勧めできないし、それが分かってるから K1 は首相撲はなしになってたはずなんですよ。画面が大変なことになりますから、まあ、一応それは言っておいた方がいいかなと思いました。その記事が流れた時にね、そのボクシングの選手で、亡くなった人がいると、まあそういうことでしたので、まあ一応言っておきます。もう正直これ本音選手の人もあんまり危険なルールでリング上がりたくないでしょ。こう程度っていうものを分かっといてもらわなかったらっていう、あくまでもその競技であって殺し合いじゃないですから、まあまあその辺のところは一応言っておこうかなと思いました。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。遅くなりましたけども、K-1 や1や、まあ格闘技界の方たちへのメッセージということで、以上です。